はい、ヘイブンパークを久々にやっていきたいと思います。9月20日、本当に9月、違う、9月18日だ結構前ですね。ちょうど1ヶ月経ってますね。涙が出そう。前回何してましたっけ。とりあえずうろうろしてるよね、今ね。うろうろして今日もうろうろしましょう。とりあえず。なんかでもこのゲーム、あれみたいですよね。ストーリーはちゃんとあるっぽいから、なんか私今のところストーリーのスの字もちょっとまだ触れれてないので、一旦家に帰るのもありかなって。おばあちゃんのところに、いいパークって言われた。塔に宝石が隠されているってお話もあるんだってね。塔ってどこララララ、あ、ちょっとこの人ダメ。塔灯台ではないよね。灯台って塔？てかさ、まだ行ってない場所いっぱいあるんだけど今どこにいるんだろう。とりあえず行ってみるか、他の場所。塔ね。宝石ですってよ。宝石は欲しいですよ、私。金目のもん大好きマンなんで。嫌だよね。なんかその、誇れることじゃないよね、ほんとね。どこだろう、でも。よいしょ。ここ初めて通るかも。とりあえず行ってないとこ目指したいよね。ごめん、どこを今歩いてるの？怖いんだけど。これ怖くない？なんか落ちそうみたいな。拾っちゃったけど大丈夫？ジャンプ。ま？ちょっと待って。この先って行けないのかな？でも行けるよね。まあでも落ちちゃったから無理？もう一回行く？犬こっち来てる。何？批判？もう落ちてんじゃんみたいな。いや、落ちるでしょ今のは。なんかジャンプが、ジャンプでいける距離なのかな。まあ、しょうがない、この子飛べない鳥だからね。ちょっと頑張って飛んでほしいところではあるけれども。よいしょよいしょ。ちょっとカメラアングル変えてほしいなっていう希望もあるよね。ちょっとジャンプね。こうね。あ、待って、怖い。なんだ。いけた。ふぅ。結構ギリギリだってよ、今。金だ。なにこれ。何これ。電気ついたけど。なんて書いてるのかな。ケーブルカーをご利用の皆様へ残念なお知らせです。ただいまケーブルカーは利用できません。タートルロックに行けない。自分で修理しようかな。そこまで大変じゃないよね。大変だと思うんだけど、どう？一つ目の鉄塔まで行けばあとは。待って、クエスト出ました。ケーブルカーの修理。ってことは、さっきのところまでもう一回戻って、ケーブルカーを修理しなさいってことね。できるかしら。私にケーブルカーの修理ができるのかしらね。ちょっとやってみよう。とりあえず挑戦だよね。何事もね。なんかホタル飛んでね。ホタル捕まえたわ。きっと貴重アイテムだと思うね、私、ホタルって。だって夜しかいない生き物でしょ？大事だよね。さあ、ちょっともう一回またジャンプしなきゃいけないので、ちょっと不安ではある。なるほど
ね、ケーブルカーを直すんだ。この子意志強くない？ケーブルカーなんて直せる気がしないもんな、私。よいしょ。ピューピュー。ピュー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 。こうだよね。よし、よし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 。問題はでもこっからですよ。これどうやってこの鉄塔にあるこのやつを排除してあげればいいの？落ちそうじゃない？だってこれさっきこれ以上言って落ちたよね。え、大丈夫？あ、やった。テスト完了したよ。動きます？これ。よいしょ。ちょっと何かに詰まっちゃう、何かに詰まっちゃう。あっ、動いた。かわいい。え、かわいい、動いてる。またなんかこの夜の感じよくない？ちょっと危ないけどね、松明、そんなね、危ないですけど。わあ、か、これで初めて来れる場所来たってことね。直しとこう、直しとこう。はい。これが13番。13番。13番。でも13番って言ってもわかんないわね。うん。どこ？なんか光ってない？キノコでした、はい、これやってさ、山の上でしょ。なんか一歩間違えたら落ちちゃうもんね。うわ、これ夜来たのミス。道が見づらいわ。これ先何もなさそう。コイン、はい、よいしょ。何があるんでしょうね。でもコインだけってことはないもんね。ね、上がれない上がれない。このコイン欲しい。あ、なんか橋とかあるよ。 A を押して、何？どれ？どれを今 A を押してってこと？あ、これね、金属。意外と広いのね、この上もね。はい、そっち行けるけど、まず私はこっちが気になる。うん、これ何？何ってわけでもないってこと？よいしょ。コインがいっぱいありますね。え、すげえいっぱいいる。何これ？うえ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 。ホタルまみれだ。乱獲だよ。よし。全部取る、全部取る、全部取る。あ、ちょっとあの人植えちゃったよ。あ、来た来た来た、よし。いいの？こんなに大量に取っちゃって。え、こっち行っていいのかな？うわ、怖え。何ここ？私落ちるってこういうの安易に落ちるからね。しかも、そんな頑張って木材1個って、正気？うん。これでも下っていってる気がする。ちょっと待って。上全部見てないからね。ちょっと先に行ってない方見てから行こう。夜明けてほしい。切実。あ、ここがさっきの橋のところか。ふん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 。あ、なるほどなるほど。で、ここは多分つけれるでしょ。はい。はい、どうぞ。あ、だからこっち結構ありますよ。怖いよね、なんか。ピューピュー。これ木材欲しい。あ、取れる。うわ、持ち物が多すぎます。だってここキャンプ場ない。あったら即作るよ。こ
ここ昼間来たらなんか良さそう、見晴らし。ベンチまであるし。まあ、ね、キャンプ場もないですから、今すぐには、ちょっと朝というか昼間にできないんですけどね。待って、木材こっちでしょ？あ、キノコが多すぎるんだ。食えば？いっそ。どう？ どう？っていう。14番だってここ。どこよ、14番って。何これ？あっちゃ、壊れてる。修理しないとダメみたい。木材とロープが必要だね。木材とロープ。どうだっけ？木材と動かないんだけど、木材とロープがないんじゃない？ロープってどうするんだっけ？あれ、クエストこんな出てたんだ。そうなんだ。全然やってないね。全然やってないねっていう。木材はいいけど、ロープか。まあ、そこにも木ある。でもあれ取るのちょっとリスキーじゃない？ちょっとリスキーだと。あ、朝になってきましたよ。良いではないですか。この辺にキャンプ場ない？あ、あるやん、キャンプ場。よっしゃ。来たぞ。やったね。なんか鳥いるんですけど。あんた誰？お、おばあちゃんだ。ごめん、あんた誰って言ってた。すごくここに来たね。なんだか覚えてるよ。このパーク元の姿取り戻してた。え、マジ？私意外と頑張ってた。まだやることは山積みなんだ。一歩一歩ゆっくりと。そうすれば全部うまくいくから。おばあちゃん、これから何をするの？私はピルグリモーカの、え？ピルグリム丘でおばあちゃんと待ち合わせ。え、なんかおばあちゃんとお別れとかそういうこと？え、寂しくね？冷静に。え、マジ？どこで待ち合わせって？まだ行ってないところなのかな？待ち合わせする場所。うわ、寂しい、なんかそういうの。とりあえず休憩するやつでしょ。キャンプファイヤー置いとくね。はい。どうぞ。え、マジ？ マジしかないけど。とりあえずじゃあ、必要なものを置いていきましょう。意外とこういうね、でかいのボーンと置いてあげてもいいのかなって、ちょっと思ってる自分いるけど、木材あんま使いたくないんですよね。っていうのは全部木材使うのか。こんなんどう？かわいい！なんかサイズ感めっちゃ可愛くないですか？ね。サイズ感めっちゃ可愛い。どうしようかな。かわいいかわいい。いいじゃん。で、ただ木材がゼロになりましたね。死んだよねって。
そうだね、木材ゼロは積みだね。ちょっと待って、木材か。ロープあったんだけど、直せる？これで。1個じゃ厳くない？木材が足りんべ？狐来た、狐。え？木材ゼロ。嘘でしょ？話せないんだけど。いや、私のこと嫌い？木材欲しい。木材か。探すぞ。あれ、どうやって植えとんの？あれ。あれ何？ あのコイン取れねえんだけど。木材。お金はある。あったあと木材。よし。ホタルで直すんだ。かわいい。木材3でしょ。でも先に橋見てきていいかな。橋をさ、直すのに果たしてどれぐらい必要なのかっていうね。そこが一番正味知りたいとこではあるから。なんかおばあちゃんとのさ、会話がちょっとなんかもう寂しいわね。それ含めて早くなんか続きを見たいわ、ストーリーの。お、治った治った治った、やった。ただまあ木材またゼロになりましたけど、キノコ多すぎ問題。もっとキノコを使うものを作った方がいいかもしれんな。よし。じゃあ、とりあえず、一番、これだな。木材1でいいからな。合わねえ。おばあちゃん、これ日陰にしな。すごいって。ありがとう。キノコと金属でしょ？金属12使いたくない。あ、でもな、ここに観覧車あるのめっちゃ可愛いよな。置いちゃうか。可愛くね？ここに観覧車あったら。え、な、帰って行ってんだけど、あいつ。どういうこと？帰るな。これはちょっとだからあれだ。位置悪いわ。こっち。向き終わってる。ちょっと待って。こっち。よし。ねえ、待って、何も作れないんだけど。死んだよね。なんでこんなに作れないの？本当に。戻ってきてるし、気づいたら。木材がマジで枯渇しすぎている。こっちに多分金属落ちてるから拾っとこう。よし。木材よな。木材。あ、そっち行ける？あ、なんもなさそうやな。あった木材。よいしょ。ありがてえ。もう3個でもありがたいよね、もうね。これで何か1個作れば完璧ということで。飾りをね。これでかすぎて邪魔だよね。ああ、2個いるんだ。これでいいです。もう雰囲気もない。もう帰るね。は？何？ 逆ギレ。いや、でも、もう帰るねって言われたから。ちょっときつね。いや、手伝ってくれない？もちのろ？何？ホタルを捕まえたいんだ。学校の自由研究でね。あげようか？何匹欲しいのか言って。
そんなのいいよ。お礼はもらいなさい。兄ってなんか嫌なの？いい石ころだね。悪口じゃない？大丈夫？8匹捕まえたら、ああ、あげるあげる。持ってると思うよ、8匹ぐらいなら。大量の、大量に捕まえたからなし。じゃーん、ホタル捕まえてきたよ。よし、よかったね。忘れるところだった。約束のお礼だよ。石ころでしょ？ただの石ころじゃないよ。パークで一番綺麗な石ころだよ。結局石ころなのよね。あ、でも、ちゃんと綺麗な石が。あ、何あなた、なんていう生き物？本当は亀じゃないって知ってるよね。冗談だよね。でしょ？いや、もういいよ。何この会話、大丈夫？おばあちゃんともお別れ？看板を読む。この巨大な岩の形成物は山から来たものです。それは氷河期に氷河によって何千年もの間押され続けていたのです。今はこの岩は長旅を終え、ここに落ち着いています。なるほど。うわ、置くもの。うわ、待って。かわいい。あ、私落とされる、危ない。かわいい。ちょっとびっくりしちゃったね。かわいいわ。で、一旦ここ去ろうか。素材がないので、ちょっとここに居続けてもね、しんどいかなっていう。なので、ちょっとこの新しくね、治ったところをちょっと歩いていこう。おぉ。これは果たしてどこに繋がってるんですか？すげえ蝶飛んでんだけど。あ、待って。素材じゃない？いただき、いただき、いただき、いただき。これが15番ですってよ。15番って言われてもわからないですけど、賞味ね。あ、雪のエリア？雪のエリアだ。上行きてえな。上かわいい感じする。いや、なんかこのゲームなかなかこうストーリー的には進まないなと思ったけど、今回だいぶ進んでますね。予想外。賞味予想外ですよ。なんかあるよ。スノーフラワーを五輪見つける。へえ。スノーフラワーは大変珍しい花です。真横に咲いていたわよ。雪の中にしか咲きません。この他にも山にはこの花が咲く場所が4箇所あります。へぇ。クエスト結構いろいろあるんだね。あ、めっちゃ木材ある。ありがてぇ。嘘だろ。おぉ、マジ。ちょっとこの辺にでもキャンプ場ありそうだよな。これそうじゃないの？何これ？待って、布は持てるの？布は持てるのに、木材は持てなかった。あ、そういうことか。木材あれ3カウントだから3は無理だよってことね。今そこに木材あるっていうのを覚えときたいけど忘れるよね、絶対ね。100忘れ。うわ。向こうへ回る方法を見つけなきゃ。だって、こっちからじゃ無理なんだ。どうやって？向こうへ回る？回れるのかな？待って、これはさすがに怖くない？あ、でも行けそう、行けそう、行け、すげえ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 。感動するね。この子の行動力に感動した私。だって雪積もってんだよ。滑る可能性もあるわけですよ。あとコインがいっぱい落ちててありがたい。はい。おお。大丈夫そう？ピューピューピュー。え？
なんかウサギいない？かわいい。あ、待って。これってそうじゃない？咲いていたわ、スノフラは。あ、木材。これ大丈夫？これで合ってんのかな？私も自分が今どこを歩いているのかが分からなくなるっていう。てか木材まみれだ。すげえ木材ある。さっきウサギみたいなのがいたのは、これ何？これキャンプ場ではないの？あなた何？そこで止まれ。え、何？名を名乗れ。は？何？ゲンでもゲスゲゲえ俺がロビン15世最後の騎士にして守護者、難攻不落のこの砦の支配者だ。頭が高い。はあ。ねえロビンさん、ロードナイトロビンと呼べ。うざねえロードナイトロビンさん、僕は通りたかっただけで、君の砦をたまたまね、今冒険の途中で。冒険と言ったか。ロビン15世の治める王国がその他の冒険を言い渡す、取り戻すのだ。妖精の冠を。何を？妖精の冠。俺の先祖が代々受け継いできた、はあ、この土地の偉大なる支配者だ。え、何を言ってんの？ロビン14世の息子が失ったのだ。大いなる遠征の途中で。待って、14世の息子は15世じゃない？あなたじゃないの？じゃあ。ってことは、ロビン14世の息子は君でしょ？だよね。最悪じゃない？違う。あれは事故だ。そしたら通してくれる？言ったら怒るよ。可愛くね？王冠か。え、この辺に落ちてんのかな？これとか王冠じゃないの？最悪。荷物多すぎて持てないし、降りちゃったよ。ちょっとあれですね。荷物マジ整理したいですね。あ、待って、咲いてるわ。回収します。ここで落ちたら私多分泣くと思う。で戻ってくるの大変だよ、これ結構。やっぱこのワープとかもないですし、瞬間移動とかもないですからね。え、どこにあんの、その王冠。探してあげるしかないのよね。王冠か。王冠？生身で落ちてんのかな？その何かに入って落ちているのか。そこだけちょっと教えてほしいんですけど。え、生身ですか？さすがに生身はないよね。意味わかんないもんね。あ、この先にキャンプ場あるんだ。うわ、悔しい。ちょっと待って。キャンプ場行きてえな。そしたら素材をね、使えますから。どこで落としたのよ。腹立たしいわね。やっぱ夕方よ。あ、ここじゃん、橋。あ、だった、処理できた。ラッキー。処理できたの朗報じゃない？で、王冠ね。意外とこっちとか？いや、何も落ちてないよね。光ってんのかな、王冠って。そこからになってくるけどね、話としてはね。よいしょ。これ何の建物？これ。入れないんだ。キャンプ場作ってくださいって言われ。作れないんです、今。作りたいの山々なんですけど。なんか、なんちゃらかんちゃら14世のせいでね。嫌よねって。怒りのピューピュー。ピュー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 。まあでも、向こうに行くのはすげえ近くなったから、それだけはいいや。この下に何かあるわけではないもんね。こっち？
や、こっちさっき花咲いたところだもんね。ないわね。意外と全く関係のないところにあったりする可能性もあるわよね。うん。じゃあとりあえずですよ。今回はこの辺で終わって、次回ちょっと王冠探しをしてあげようか。嫌だけど、嫌だけどと言っちゃった。ねえ、めんどくさいですけど。ヒントとかないわけ？ないのね。もう完全にヒントはやらねえよと。自力であんた見つけなよっていう。余ってコインある上に取る。え、どうなる？え、怖っ。どうなる？え、いけないでしょ、これ。これいけないよ。どうやっていくの？落ちそう。あ、頑張れ。よし。ほら、こっち行っとく？あったんだけど。なんだって、これ私の王冠だ。え、まさかの展開。雪だるま喋るの？喋れるの？当たり前だ。だって君はいいけどさ、その王冠は他の人のものだと思う。探していると思うから返してくれるかな。絶対に断る。え、怖くない？本当にその通りだね。でもね、それを返してほしいんだ。それは残念だ。つまり、私にはずっと欲しかったものがある。何？花だ。え？この王冠のように立派な花を持ってきてくれたら考えてもいいよ。スノーマンに立派な花を咲かせよ。え？花？そう、来ました。キャンプ場で作れって言われたよ。だいぶ戻んないとね。マジか。よいしょ。キャンプ場。キャンプ、こっから一番近いキャンプ場ってどこだ？おばあちゃんおるところか。遠くに？おばあちゃんおるところ。まあでも、あそこぐらいまで戻るしか。そうで、地図見よう。今、そのエリアにいるわけでしょ。で、キャンプ場が、あ、海エリアありますよ。海エリアのキャンプ場って、いや、でもそんなことしたら登ってこれないか。そうだね。やめときます。素直にあのおばあちゃんがいるところに戻った方が、なんか身のためだと思う。ちょっとこれ上がりたい。ナイス。あ、じゃあすぐだ。じゃあすぐだよ。よかったよかった。おばあちゃん、何を届ければいいと思います？教えていただけるとありがたいんですけれども。どうしてご飯を食べるの？生きるためよ。それ以外に理由はないの。はい。おばあちゃんまだおるわ。よいしょ。ピュー。どれ？花？花になるもの。松明とか？死んじゃうよね。花火じゃない？また置いちゃうんだけど大丈夫？違うよね。意味もなく花火作っただけの人になっちゃった今。最低。でも花になるものが、まあ、いっか。とりあえずじゃあ今回一旦この辺で終わりましょう。ここまで戻ってきたしね。A を押して吹き飛ばす。うら。もう帰るねって言ってる。はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。